今回なんですけど、パンちゃんリナさんと、はいはいはい、コラボということで、まあ、すごいね、うん、綺麗な人なんですよ。今回コラボをきっかけにですね、なんかすごい仲良くなって、うん、でいつかねパンちゃんのパンちゃん、はい、ですね、今ちょっとパンちゃんさんを待ってる状態なんですけど、この道場に今から来ると、多分ね10分後ぐらいに来るんですけど、パンちゃんにちょっといたずらというかちょっとドッキリ仕掛けたいなと思ってて、その僕性癖にじ曲がってるじゃないですか性癖にじ曲がってる男をパンちゃんが見たらどういう反応するか。やべえやつだこいつ。でこれただただ僕が面白い企画で、多分収益化通りませんで多分ガチ炎上します。今日はパンちゃんさんには柔道を教える企画って言ってるんですよ、はいはい、で、まあ、その教えるまでにいろいろドッキリを仕掛けていこうと、はい、まず一つ目なんですけどこちらです。あ、こちらです先輩手錠です。あのパンちゃんさんに今日僕が道着を貸すんで、道着の間にこれを入れとくと、もうね1個目の壁がすごいのよ。もう完全に縛っちゃうみたいな。これどっちが使う側なのか使われる側なのか分かんないですよ、うん、まあでも最初それを見て何かを悟るよね。そう、これがちょっとあ、やばいみたいな感じで言ってパンちゃんがどういう反応するかと。なるほど。でこの人やばいなって思われるじゃないですか。もうすでに思われてるんですけど多分すでにね、うん、パンちゃんが多分この人やばいなって思った時にポケットから次僕がこれを出すんですよいやでもさ、それとそれはセットなのよ。だからこうですよね。だから何気にこうやって落とすんで。なるほど。その時のパンちゃんの反応も取ってください先輩。わかりました。わかりました。でここでもうパンちゃんの不安はピークに達するんですよ多分。もう完全にもう疑ってるよね。めちゃくちゃ不安なんですよ。やばいとこ来てしまったみたいな感じで僕は柔道着着て、はい、で柔道教えるんですけど、はいはい、ブラしてるんですよ今なんかちょっと横からいい、B のやつなんですけど膨らんでるよねこれをつけて道着がこうなってるんで、はいはいはい、気づかないんですけど教えてるうちにちょいちょい垣間見えるじゃないですか。ちょっとずつね、はい、それでパンちゃんがそれを言うのか、あ、それともスルーしてそのまま気づいてても言わないかもしれない。気づいてても言わないのか、それともなんかすぐに言うのか、そこら辺の反応を取っていきたいなっていう。なるほどです、ね、はい、はい、あ、はじめまして。どうぞパンちゃんさんです。よろしくお願いします。すごい、めちゃくちゃ嬉しいっす。本当に。本当ですか。いや、てか、いや、私もめっちゃ会いたかったです。よろしくお願いします。本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。で、あれなんですよ、僕さっきネットで調べてたら、はい、豊中なんですよね。豊中なんですよ。僕豊中なんですよ。大阪って聞いたけど豊中なんですよ。だからもう地元一緒なんですよ。あー、僕豊中17中なんですけど。駅です。ピー入れてもらっていいですか。あ、もうちょっといいと思う。絶対やります。割とじゃ近いってことですか。そうですね。渡辺香菜選手とコラボさせていただいて、その時に初めて知って、全然格闘技が詳しくなくて、はい、柔道家の方とか全然知らなくて、はい、初めてそこで知って、柔道家っていうよりかはお笑い芸人さんみたいだなって思って。あ、マジですか。いや、もうそれめちゃめちゃ面白い。知ってくれてんのが嬉しいよな、うん、めちゃくちゃ嬉しいです。美人格闘家、もう杉山静香一強やと思ってたんですよ僕。そこにパンちゃんがこう入ってきてね、わかります。割り込んできてさ、もう今もう俺の中でもこう引きずり下ろそうと、もう引きずり落として。そんな悪いやつじゃないです。引きずり落として、膝入れようとしてますね杉山静香さんに。前よりからのね、格闘家の美人ランキングがもう杉山静香一強だったのに、今もうパンちゃんがもうこの大外から、大外でも刺してきて、もう刺し馬みたいな。いや、今初めて会いましたけどね刺し馬って言っていいですか。刺し馬、パンちゃん刺し馬。パンちゃん刺し馬。まあ、めちゃくちゃ可愛いんで、まあ、僕的に本当そうやってなんかこう知っていただいてたっていうのもめちゃくちゃ嬉しかったんですけど。お会いしたかったです、はい、今日ちょっとね、僕のチャンネルでは、まあ、柔道を教えて、はい、教えていただきます。パンちゃんの方ではその護身術というか、はい、その外で、まあ、こんな可愛い子が歩いてても大丈夫なようにいろいろな技を教えようかなと。いやー、もうすごい嬉しいです。はい、そこはしっかり教えていくんで。ありがとうございます、はい、ちょっと道着これ、はい、パンちゃんさんでちょっと用意したんで。はい、来たことないですよ。あ、そうなんですか。ちょっとブルーと白があるんですけど、はい、で、まあちょっと僕今日白着るんで、まあちょっとパンちゃんさんブルー着てちょっと分かりやすく、はい、なんかちょっと触ってみて、はい、開けて大丈夫です、全然、はい、はははたぶんサイズとか合う、一回着てもらっていいですか。はい、はい、どういう感じなんですかね。え、これちょっとあ、すいません、これ、なんで
ません、すい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 ません、これ、あの、これ、いとこがちょっと入れてもらって、これ、普段なんか使われてるんですか？いや、使われてない、使われてない、すいません、え、これ普段、なんかそういうのされてるんですか？いや、されてない、されてない、すいません、なんか変な感じになっちゃってなんか、いや、初対面なのになんか変な感じすいません、これどけちゃって、じゃあ、え、まあ、それ使うときこれ着てないですよね。来てない、来てない、来てない、あ、間違い、使ってない、僕じゃないんで、あ、僕じゃない、いとこがやってるだけなんで、はい、いとこが持っといてって言って、はい、これ中に T シャツとか着て、そうですね、 T シャツ今日持ってきてくれてます。あ、持ってきてます。じゃあ T シャツ着てもらって、で、道着着てもらうみたいな感じで、はい、じゃあちょっと着替えてきます。そうですね、じゃあ、はい、一回じゃあ止めてもらって、まあそっちでちょっと着替えるとこあるんで、はい、ありがとうございます、はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。すごい、すごい、これおぉ、柔道家みたい。すごい、いいっすね。で、まあ、ちょっと白なんですけど、はい、こうしてもらって、はい、で、こうして、あ、すいません、ちょっと待って、これ絶対やりましょう。いや、ちょっと自分でます。あ、じゃあやります。すいません。ちょっとやり方教えます。で、こういう感じです。はい。あ、いいっすね、いいっす、いいっす。おお。あと一つ、はい、すごい奇跡があるんですよ。はい、奇跡。奇跡。奇跡があって、はい、川村さんのことをすごいなと思った一つが、はい、私の愛犬のルンタがなんといい肉の日なんです。え？そうなんです。そうなんです。ミックスです。あ、ミックス。はい。で、そのヨークシャーっていう子が、種類の子がその人とそういうことをしたってことですか？どういうこと？ヨークシャーとチワワのパパとママからルンタが生まれた。あ、だからそのヨークシャーのとチワワのその別のその種類が違う犬が何をしたの？なるほどですね、なるほどですね。大丈夫な人ですか？すいません、すいません。大丈夫こういうチャンネルなんですね。ちょっとちょっと準備するんで。ちょっとします。ちょっと待ってください。ちょっとこれ、すみません。柔道でこれは違いますね。ちょっとやばい。さすがにちょっと。すみません、すみません。ごめんなさい、本当申し訳ない。すみません。え、川端さん、それは、はい、される方ですか？え、いや違います。これ友達なので、はい。私らを切るの友達、はい、友達なんで、すいません、なんか勘違いしないでください。そんなしないんで、僕、はい、すいません。よし、はい、道着着替えました。で、今日ね、ちょっとね、柔道ちょっと教えて、はい、で、まあ、礼儀作法とか、まあ、はい、その受け身とかっていうのをある程度やって、はい、で、まあ、その後に技を教えると。まあ、次はじゃあ技を、大外刈りなんですけど、はい、まず組んでもらって、右組みなんで、はい、あ、こっち痛いかな。あ、握るのも大丈夫ですか？打撃はできないです。こっち、ここ持ってもらって、ここ持つ、はい、で、はい、こっちをちょっと持って、はい、で、まずまっすぐ立ってもらって、はい、足をこう揃えてもらって、まずこう、ふっついて、はい、ふっついて、刈ると。わかります？ふっついて、刈る。そうです、そうです。へぇ、こうしてくっついて刈ります。わかります？はい、もう一回お願いします。くっついて、そうです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 。だから相手がで、足をしっかりとこう胸を合わせて刈ってください。はい、胸合わせて、はい、合わせて、そうで、刈る。そう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 、あ、はい、で、ちょっとゆっくりやると、はい、このまま合わせる、で、刈って相手を後ろに倒すと。おー、はい、だから、まずちょっと一回刈って、やってください。刈って、合わせて、はい、そうです、そう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 、あ、なるほど、そうです、そうです、そうです。へぇ、で、その買った時に声を出してくれたら一番ベストで、やーみたいな、やー、パンチする時何か言うんですか？や
シュッシュッシュみたいな感じで、そういう感じで投げた時にそのヤーって言ったら力出るんで、はい、はい、大外からですね、はい、はい、せーの、まず合わせて、やっ、おー、すげー、すごいすごいすごいです。それが大外まずで、はい、大外と、もう外と、あと大内から教えてないですか、大内、はい、大内からです、大内から、ね、はい、大内から教えるんで、次はまっすぐ、さっきと持つとこは一緒です、はい、持ってもらって、こっち持ってもらって、足ちょっと開けてもらって、さっきは外に買ったんですけど、はい、次は中ですね、中に刈る、はい、ちょっとやってもらって、そうです、そうです、そうです、もう一回やってください、そう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 、こういう感じで中に刈る、はい、ちょっとですか、ここを思いっきり開く、胸合わせるのは一緒なんですよ、はい、胸合わせ一緒で、これを開く、こう開く、そうです、で、はい、もう畑にする感じで内側から足を刈る、はい、はい、せ、はい、せーの、あだすいません、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 今日は、パンチャリナさんに、来ていただきました、はい、どうでしたか今日の柔道、いやもう最後のブラジャーで何も覚えてないです、はい、何も覚えてないですか、はい、こんな可愛いの売ってるんですね、そうです、 B なんですけど、はい、あ、 B なんですか、はい、でもその、 あのパンチャンさんのパンチャン全然遅いな、まだそうなるとできた、あまり、まあそうですね、経験もないしちょっと言い過ぎてるっていうのも分かってるんでね、でもどんな世界